韓国の文大統領は朝鮮戦争の終戦宣言に伴って北朝鮮の非核化が進めば、平和協定のための交渉が始められるという考えを示しました。国連総会に出席している文大統領はニューヨークで講演し、朝鮮戦争の終戦宣言をして北朝鮮による非核化が進めば、平和協定の締結に向けた交渉が始められるという考えを示しました。 文大統領は北朝鮮のトップが世界に向けて約束した今回は完全な非核化が可能だと指摘しましたまた、南北首脳会談の際に金正恩委員長が今回こそは北朝鮮の本気を信じてほしいと語ったと紹介しました。